すげえ嬉しいもん。傍若がお前のツイッター監視してる。いいじゃん、嬉しいじゃん。注目されて。怖い。怖いよね。なんか、ひえって言われたら怖いでしょ。今日は小原公園ですね。小原公園。ひえって。ギャラクシーね、iPhone の12 Pro Max より評価高い。12 Pro Max との評価を検証してみたいなやつで、Galaxy S の21 Ultra。そしたら、Ultra のが全然いいっていう検証結果になった。食べますか。Ultra いいよね、Galaxy ね。俺の携帯電話正解です、やっぱり。じゃあ食べますか。じゃあまずね、飲み物のセットから。まずはね、飲み物のセットアップからしないといけないから、ちょっと待ってね、皆さんね、トランキーロ。あのさ、これ最近ストローが紙になったじゃん、紙。これね、環境にいいと思ってるでしょ、環境に。すごく紙というのは環境に悪くて、皆さん知ってました？紙をね、これをね、再加工するのにもね、かなり有害な物質が出るんですよ。よし、うまい。じゃあ食べますか。まずね、まず。何これ、なんかわかりません。なんかわかりませんけど。あ。わかりませんね。あ、ダブルチーズバーガーっぽいね。ダブルチーズバーガー。ダブルチーズバーガーっぽい。ということでいただきます。自分で頼んだけど、何頼んだか忘れちゃったよ。歯茎に優しいね。飲むのはカフェオレみたいなやつ。うん、うまい。結構食い方綺麗でしょ。じゃあ次ね、次。ベーコンダブルバーガー、ベーコンダブルバーガーね、いただきます。
時あるよ。次ね。俺はね、最近ポテト食べないの。歯茎が痛いから。ポテト食べると、ね、ポテト硬いでしょ。だから、ポテト硬いから歯茎がね、やられるから。だから、これね、最近はこれ。ナゲット。頭いいでしょ。ソースはバーベキュー。納豆だよ。硬い。見るやさ。チキンは慎重に揉まないと、この唐揚げの揚げてる部分があるでしょ。あれ、歯ぐきやられて、怪我する。ラミヤさんは、あやくま、あやくまか。あやくまもなんかちょっと、ギャルっぽさが抜けないよね。もう年なのに、ある程度年いってんのに、ギャルっぽさがちょっと抜けないのが痛い。お前は存在自体が汚い。そんなこと言わないでくれよ。悲しいでしょ。デブ好きじゃないよ俺。あ、セラちゃん可愛いね。ラビアのケツはイボだらけ。知らないけど、それは。ラミアはニコ生同窓会、なんかあれでしょ、老人会とかやつでしょ。老外会だっけ。老外会、うん、俺も入ってんだ。俺も俺も入ってんだって。画質とかどうでもいいんだよな。いいんだよ、俺が使いやすかった。セラちゃん普通に抱きたい。抱きたいね。あれはすごい可愛いよな。セラちゃんはやばいよ。俺が初めてヒイラギリオに会った時ぐらいやばいね。ヒイラギリオも可愛かった。リオリオも可愛かった。緑が会いたかった。緑に行く今日。今から。じゃあ。一番可愛いのは爆走か AF。AF ちゃんはなんとなくわかるけど、爆走はないだろう。AF ちゃんはわかる気がするけど。緑に行く？いや、緑になんか半径1キロ以内らしいよ。やっぱりいいな、iPhone。iPhone じゃないよ。プッチョいらっしゃい。ギャラクシーだっつうの。じゃ、緑んち行くか。ちょ、待って。時間ちょ、待って。LINE で来てたから、ちょっと文章見るわ。ちょ、待って、検索して。確かにそれで来てたんだよね。あれ、どこだっけ？緑に教えてくれた人。忘れちゃったな。ちょ、待って。緑に教えてくれた人、ちょっと調べる。どこだっけ？前に住所が送られてきたんだよな。緑のところでしょ。ちょ、待ってね。誰だ？10月の、俺20日に捕まったんだよな。みどりんちの住所がわからないな。ちょっと誰か教えてくんない？みどりんちの住所。
みどりんちの住所が分かんないわ。検索すれば出る。みどりちゃん可愛い子。みどりちゃん男です。大好きだよ。ゲイじゃない、肛門のシワみたいな顔だな、こいつ。うるさいよ。前買って、前使ってたファーウェイを1万5000円使って、売ってください。ダメだわ。こっちのファーウェイは連絡取るようにサブ機だから。アポなしで行くなよ。非常識だろ。だって、じゃ緑からこうやって LINE 来てんだって、だって。違うよ。緑からこうやって LINE が来てるんだって。ほら。ゆいがって小岩に住んでるの。最寄りの駅は新小岩だよ。会おうぜ。もちろん11月に、緑に行くよって。来てんだって。緑から。10月の24日に。これで会おうぜって来てんだって。あいつの住所がわかんねえといけねえだろ。そうだろ。マブダチだからね、俺ら、ためだから。年齢もためだから。マブダチだよ。今調べるわ、住所で。しかし、お前男前、あれと。里見の配信、ゆいかが人気だぞ、今。嘘、里見の放送。里見に聞くか、じゃあ。緑彼氏いないの？男だよ、緑が。うん。誘われて嬉しいだろ。嬉しいよ。久保田なんてこいつと同じで迷惑かけていい部類の奴らだから、よくないだろ。それは。じゃあ行くか。緑んちどこ？みどりんちどこよ。住所わかんないよ。携帯変えた？携帯変えたけど、携帯変えた。LINE は通じるけど。どうせならリカピンチに家庭訪問しようぜ。リカピンチ？画質いいでしょ、めちゃくちゃ。LINE しろよ、自尊あるなら。どういうこと？DM はしたけどな、DM は。みどりに聞けないよ。誰かみどりんちわかんないの？わかんないなら行かないよ。だってめんどくさいもん。あと音もいい。リカピーの家知らないんだから、そういうこと言うな。リカピー？どういうこと？返信ない？緑連絡しないよ。安心しながら歩きながらしてたら、あっちから来るだろう。緑から来ないだろうよ。じゃ、緑の住所がわかんないの？知ってるけど貼ったらやばいんじゃない？LINE とか DM ちょうだいよ。LINE とか DM。こっちの携帯電話で LINE と DM を送れるから、見れるから。常日頃。常日頃見れるから、こっち送ってくれれば、常日頃、俺が、確認ができる。金梅からいらっしゃい。横山みどり住所を特定されてんじゃないの？もうさすがに、新小岩の方。
達也はめいめいとやった。あれから通話してないよ。うん。DM しました。柏の駅からいらっしゃい。DM マジで来てる？来てねえよ。うん、ちびっこ声いらっしゃい。来てねえじゃねえかよ。なんでそういう嘘をつくの？うん。NHK 庁のコールセンターなくなったんじゃないの？コールセンターが。お前って緑好きだよな。お前らのが好きだろうよ。俺が緑を好きな以上にお前らのが好き、確実に。これほぼじゃねえし、だいたい。入れ歯はいつ？入れ歯入れないとね。うん。ゆうさんこんばんは、いらっしゃい。緑風邪ひいたってツイートしてるから映される。大丈夫だよ。録画残したおかげで現金振り込み。全然俺、そうだ。ねえ、誰か現金、じゃ、ペイペイぐらいちょうだいよ。誰も振り込みないよ、そういえば。振り込み。振り込みはね、誰からも1円もないし、マジ。1円もないし、ペイペイも最近は全くございません。どうなってるんですか。よろしくお願いします。こっちも風ない。今振り込みました。今見てるよ、だから。新しいスマホ配信は明日から、今日だよ、もうやってるよ、これ。もうすでに新しい携帯電話で配信してんの？なんだよ、明日からですかって。もうやってるから言ってんでしょ？これやってんでしょうよ。どうに。ペイペイに5万振り込んだ。通知来てないよ、ペイペイ。最近金なめはめっきり。全然、そういえば、ペイペイ飛ばなくなった、本当に。冗談抜きで。前まではさ、このツイキャスやればペイペイが入ってきたじゃん。今全然、全くもって。もう、ね、言語道断。意味がわからない。サボるから、サボってないよ。人間落ちてきてる、俺が。剣道が聞こえた、みんなの。なんだよ。頼むよ。TikTok やればギフト送る？ゆうかさん、PayPay に入れたらゆうかさんがトラブルで捕まるじゃんか。捕まんないよ。意味わかんないよ。配信頻度はこれから増えるよ、かなり。かなりのバッタリー、増える。配信頻度。YouTube ライブやらない。この TikTok ライブと、ツイキャスライブは、金の雨を降らせる。今日は TikTok やる？今日。この調子で。ドカンと。ガシでしょ？ガスが。最高画質だからね。今、この世の中にある携帯電話の画質の一番最高画質の携帯電話だから、まず。何？ゆうかさん、金持つと女に吸われるから、そんなことないよ。キャスは金にならないけど、でもね、たまに優しい人はね、フェイフェイまで投げてくれんのよ。本当に。今日はキャスにしろ。新しいスマホ見せてって、新しいスマホで配信してんのに、新しいスマホ見せれないでしょ？無理でしょ？それは。